掲示板見た？三船しおりこと摂通の生徒会長再選挙の告示。愛先輩、声大きいですよ。カスミンたちも見てますよ。せつなちゃんに宣戦布告してきたと思ったら、速攻で再選挙の告示か。あの子、相当仕事が早いわね。こっちも負けてらんないね。スクールアイドルフェスティバルに向けてみんなで頑張ろうっていう時に、私のせいで騒がしくしてしまってすみません。そうだよ、そんなに私たちのことを気遣わないでいいんだよ、せつなちゃん。うん、いきなりのことでびっくりしたけど、どうしたら選挙戦に勝てるかみんなで考えようよ。私たち、せつなさんの味方、りなちゃんボード、うん。三船さんに指摘された部分を自分でも調べてみたんですが、確かに彼女の言う通りでした。なので選挙の結果、私が生徒会長を辞することになるのなら、それは私に落ち度があるということですし、仕方がないと思うんです。ただ三船さんが生徒会長になると、同好会が。あ、そういえばそうだ、私は高校生という将来のための準備期間において、スクールアイドル活動は無意味であると考えています、とかさ、あんな言い方ってないよね。かなたちゃん、ちょっとプンプンだぞ。かなたの言う通りね。あの子は刹那のこともスクールアイドルのことも何も分かってないのよ。スクールアイドルのステージを見たことないんですよ、きっと。だからあんな風に言えちゃうんです。あー、なんかカスミン気持ちがムムムってなってきました。カスミさん冷静に。どうどう。冷静になんてなってられない。だってあの三船しおり子は刹那先輩のこともスクールアイドルのこともバカにしてるってことでしょ。それは悪く取りすぎじゃないかな。だって刹那ちゃんの秘密のことは誰にも言ってないみたいだし、本当に学園のことだけ考えて。んーにゃ、百歩譲ってそこは認めても、やっぱ三船さんは刹那ちゃんのことを分かってないもん。刹那ちゃんはスクールアイドルしてても生徒会長の仕事も頑張ってきたじゃん。皆さん、ありがとうございます。でも、ここのところスクールアイドル活動の方に没頭していたことは否めません。そういうところを見て、私が生徒会長にふさわしくないと思ったのでしょうね。そこを突かれるとちょっと痛い。スクールアイドルフェスティバル中止のことでここ最近はドタバタしちゃってたし。でもだからといってこれまでのことまで否定される言われはないわよ。かりんちゃんってせつなちゃんのことをライバル視する割には認めてるよね。いやよいやよも好きのうち。そんなことないわよ。私は別に。かりんさん、ありがとうございます。違うの、あなたみたいな手強いライバルがいないと張り合いが。まあまあ、かりんが摂通大好きなのは置いといて、これからどうするかだよね。だから違うんだってば。かりんさんの言う通り、今まで頑張ってきたんだから、それを突然取り上げられるなんてひどいよ。私はせつなちゃんには生徒会長もスクールアイドルも今まで通り頑張ってほしい。はい、私もそう思います。
スクールアイドル同好会のためにも負けるわけにはいかないよね。皆さん、ということは勝つしかない。リナちゃんボード本数かすみ、こうなることは分かってました。だから同学年の情報網で三船さんがどういう人なのか調べたんです。三船さん、私たちの学年では目立ってる子だよね。確か日本有数の名家であり、元財閥の流れを汲む三船家の次女。ああ、かすみのセリフ。冷静沈着で成績優秀、彼女にアドバイスをされて部活で好成績を上げた人がいて、その人の向き不向きが分かるんだって言われてます。すごい人物であるのは確かですけど、まだ1年生だというのに刹那さんから生徒会長の座を奪おうなんて、ちょっとやりすぎですよね。かすみんのセリフ。あ、ごめんなさい、かすみさん。続きはどうぞ。家ではいつも着物だそうです。カスカスも雫と同じこと言いたかったんだもんね。よしよし、めっちゃ調べた。偉いぞ、カスカス。カスって言わないでください。褒めてくれていいですよ。頭なでなでしてくれていいんですよ。なでなで。先輩にしてもらいたかったのに。でもしずこ、ありがとう。聞けば聞くほど三船さんの自信満々っぷりに納得がいっちゃうね。皆さん、ありがとうございます。三船さんは人の上に立って導いていく能力に長けている人なんだということが分かりました。でもだからといって私も諦める気はありません。同好会を潰さないため、再選挙で当選するためにいろいろ準備を進めようと思います。一体なぜそんなことに？まあ言いがかりっていうか、なんていうかさ、摂通に宣戦布告してきた子から見たら、摂通が生徒会長をやるより自分がやった方がいいんだって。だから再選挙？それはまた随分強引よね。しかもそれに負けたら同好会が廃部になっちゃうなんてひどいね。これは大問題だよ。だって廃部になったら虹ヶ崎のみんながスクールアイドル活動できなくなっちゃうってことでしょ。絶対絶対阻止しないと。大変なことになりましたわね、刹那さん。だから今日はそんな暗い顔してましたのね。そんな状況じゃ元気がなくて当然ずら。すみません皆さん、こんな時に個人的な問題を持ち込んでしまって。謝ることなんてないです。ここにいるみんな刹那さんの味方ですよ。うん、何かお手伝いできることってあるかな。まあできる範囲で手伝いはするわよ。あなたが抜けたら困るしね。もちろん摂通に勝ってもらうつもりで愛さんたちもサポートしてるんだけどさ。対立候補が強敵、リナちゃんボード、うん、だからみんなして元気がないんだね。
せつなちゃんのことを心配してるから。学校は違うけど、私たちみんなせつなちゃんたちの力になりたいって思ってるよ。うんうん、だからさ、もし手伝えることがあったら遠慮なく言ってほしいな。そうよ、この私の打天使の力で、あなたに強大なる闇の魔力を与えてあげるわ。なんだったらタロットで占ってみる？私は美味しいご飯で作ったおにぎりを差し入れします。皆さんありがとうございます。なんだかすごく元気が出てきました。はい、頑張ります。やっと笑ってくれたね。ご飯。じゃあ今日の本題、スクールアイドルフェスティバルの開催についての話をするわよ。まずは規模感ね。海、去年の集客とボランティアの数は？はい、去年のデータから見て、スクールアイドルフェスティバルの集客は3日間でおよそ20万人。対応するボランティアの人数は1000人規模です。すごい、そんなに人が集まるんですね。1日平均6万5000人以上。そんな大きなイベントを1000人のボランティアで支えるんだ。ボランティアもすごいけど、本当にすごいのは1000人ものボランティアをきちんと管理していた運営ね。そうだね、支持系統がしっかりしてなきゃ混乱しちゃうもんね。ボランティアって列の誘導とか会場アナウンスとかですか？それくらいならカスミンたちも行動のライブでやりましたよ。カスミちゃん、イベント運営っていうのは見えないところにたくさんの仕事があるんだよ。もう脅かさないの。でもチカちゃんの言う通りなの。私たちが手伝ったのは沼津のお祭りだったけど、それだってステージの運営とか飲食の手配とか。お客さんの安全も守らないとだし、清掃にも気を配らないとね。スクールアイドルフェスティバルはステージも複数だから、ステージごとの運営チームがあって、それを統括する人間も必要よね。うん、その全部にボランティアの助けが必要なんだよ。覚悟はしていましたけど、こうやって改めて規模を考えると予想以上に大変そうですね。ルビーたち、もしかしてすごく難しいことに挑戦しようとしてるのかな。諦める？諦めるまではいかなくても、ちょっと規模を小さくしてみるとか。うん、諦めないし規模も小さくしないよ。どんなに準備が大変でもやってみせる。私もほのかちゃんと同じ気持ち。だってカオル子さんからあんな熱いメッセージももらったんだよ。ねえ、あなたもそう思うよね。君が言い出したことだもの、諦めるわけがないわよね。当たり前よ。前の実行委員長にも言い切ったんだから、やらないわけにはいかないっていうの。オフカース、やり遂げましょう。じゃあ去年までの資料を見直して、細かな仕事を洗い出していきましょう。イベント運営に携わったことのあるアクアの皆さんがいてくれると心強いです。本当にそうだね。会場については私たちが頑張らないと。私たちの方で目星をつけた会場はこんな感じなんだけど、見てもらえるかしら。皆さん、早急に手を打たねばならないことはまだありますわ。
みん、ヨウソラン。ちょっと待って、動き出す前に私たちの中でも一応代表を決めておいた方がいいんじゃないかしら。誰を選ぶかなんてそんなの聞かなくても意見が一致してると思うんだけどな。ね、みんな、せーの、あなたよ。でもみんなあなたにやってもらいたいって思ってるよ。そうそう、あなたがまとめてくれるなら安心だよ。あんたが言い出しっぺなんだし、やっちゃいなさいよ。みんな同じ気持ちだからさ、ね、お願い。あさっき休憩を取るって言って出て行きました。休憩と言いつつ、あれはそんな感じじゃなかったけどね。こないだの集まりで元気取り戻したと思ってたんだけど、やっぱ気にしちゃってるみたいだね。最近の三船しおり子の活動、積極的だからな。今日は1年の教室回ってましたよ。休み時間になるとあちこちに現れるっぽいです。私たちもそれとなくせつなちゃんに声をかけたりしてるんだけど、うまく元気づけてあげられなくて。そうなんだよね。ねえ、あなたが話を聞いてあげたらせつなちゃんも気持ちが楽になるんじゃないかな。絶対勝たないと。私のせいで同好会がなくなってしまうのはもう嫌です。あれ、どうしたんですか？ああ、ごめんなさい。ちょっと休憩がてら飲み物を買いに行ってただけなんです。ああ、すみません。すぐ練習に戻りますから。でも、この間の集まりで、スクールアイドルフェスティバルに向けての活動が相当大変そうなことが分かりました。ですから、皆さんに迷惑をかけることはやはり良くないのではと。ありがとうございます。じゃあ、あなただけにお話ししていいですか？それはその、すみません、私が生徒会長をやっている理由って、そういう強い思いがあってのことじゃないんです。両親に言われてその通りにしてきたという部分が大きいです。自ら行動してリーダーシップを取れるような、そんな人間になってほしいと小さい頃から言われてきました。生徒会長をやれば両親が望むようになれるのではと思って、小学校でも中学校でも同じように生徒会長をやってきたんです。ああ、いえ、そういうわけではないんです。やりがいはすごく感じますし、小さな頃からやっていたことですから、もう自分の生き方の一つだなって思っています。それに生徒会長をしていれば両親はうるさく言わないんです。でも生徒会長で亡くなってしまえば、きっと門限も厳しくなるでしょうし、きっと
スクールアイドル活動をする時間も取れなくなってしまうと思うんです。やっぱり再選挙は絶対に勝たないと。そうですね、私は生徒会長は裏方の仕事だと思っていまして、学園に通う生徒全員が過ごしやすい環境を整えたいという気持ちでこれまでやってきました。それでですね、だからその私が目指す学園はみんなが過ごしやすい学園？そうですよね。生徒会長としてどんなことをしているかですって？そうね、どんな小さな意見も聞き漏らさないよう気をつけているわ。生徒会長って普通の生徒からしたら厳しい印象があると思うの。だから門戸を広く開くつもりで。なるほど。それで生徒会長としてどうしたらいいのか相談したいというわけですわね。私の場合はまずは生徒たちで話し合ってもらいますわね。何でも生徒会側で解決してしまうのは生徒の自主性や成長を阻害してしまう可能性がありますから。ですから、お二人に共通していたのは生徒たちの話をきちんと聞くということですね。私も意見箱を設置したりとみんなからの声が届くようにはしていたつもりなんですけど。もっと生徒たちからの要望に耳を傾けるっていう部分をアピールしてみます。意見箱の数を増やしたりして。はい、ありがとうございます。皆さん、意見箱の設置のお手伝いありがとうございました。いいのいいの。さあ次は何をする？日本の学校の生徒会長選挙ってどんなことをするの？そうね、実は私あまりよく知らないのよね。誰か詳しい子いる？っていうか生徒会長選挙ってやったことあったっけ？なんか誰か立候補する人がいて信任しますかっていうのが一応あって、いつの間にか決まってるってイメージ。セッツの時もそんな感じだったよね。清き一票なんてのはなかったよね。そうですね、私しか立候補する生徒がいなかったので信任演説をしてそのまま信任投票で決定って感じでした。いなちゃんとネットで調べてみたんだけど、複数の立候補がいる場合はやっぱりいろいろアピールするみたい。ポスターを貼ったりとか三船さんもやってるよね。三船さんがどんなことをしてるか気になりますね。今度こそカスミン探偵の出番来たー。カスミン調べてきてるんですよ。あ、実はアイさんも。私も演劇部のみんなに聞いてきました。あー、カスミンのお手柄が。
なでなでしてくれてもいいんですよ。なでなで。おーい、ってなんで静子なんですか。じゃあカスミンが聞いてきたお話をしますね。まずテニス部なんですけど、シングルスの子にダブルス転校を勧めたそうです。シングルスだと実力が足りてないけど、ネットプレーが上手いからダブルスの方が生きるからって。あとはソフトボール部で進学先に困ってた子に、部活の実績を考えるともっと目指せる進学先はあるはずと大学の資料を持ってきてくれて、すごく喜んでいた子もいました。愛さんが聞いてきたのはバスケ部なんだけど、そこでも似たようなことしてた。レギュラーの子に選手としてより全体を見る目を生かすマネージャーの方が合ってるって言ったらしいよ。うわぁ、かなたちゃん、そんな勝手なこと言われたらショックでねんねしてしまう。こうした方がいいよって言われた人も嫌じゃないかな。それがそうでもないんだな。そうなんです、もちろん最初はみんな反発するんですけど、試しにやってみたら案外悪くないとかで。うんうん、実際に成績上げた子もいるんだよね。演劇部の子は発声の練習をする前に呼吸法を学んだ方がいいと図書室から本を借りてきてくれたそうです。料理研究同好会には科学同好会と共同で調味料の研究をしてみてはなんてアドバイスもしたそうですよ。どちらも人数がギリギリの同好会でしたから、いい提案だったみたいで。なんか敵も結構やるわね。悔しいけどそうなんですよね。押し付けっぽいのに、あなたにはこうなってほしいんですってすごい具体的に説得されるんですって。あなたにはこんな適性があるから、そこを伸ばしましょう、絶対に伸びます、期待してます、なんて言われちゃうと確かに心惹かれるものがあるかもしれません。励まし上手なんだよな。三船さん、すごいです、すごい行動力です。学園中を見て回って調べて語りかけて、私はそんな風にはできていませんでした。私がしたことといえば、皆さんの力を借りての意見箱の設置。このままじゃ。ちょっと、全く連絡よこさないでどういうつもりなのよ。刹那の再選挙の準備は進んでるんでしょうね。ニコちゃん、気になって仕方なかったから電話かけたって素直に言うといいにゃ。うるさいわね。リンちゃん、電話の邪魔しちゃダメだよ。なんだか和むね。ほらほら、セッツ、ニコッチたちと話して元気もらいなよ。はい。もしもし、ニコさん、リンさんと花代さんも心配をかけてしまってすみません。エリに辛気臭い電話かけてきたって聞いたわよ。あんたが自信持たなきゃダメでしょ。これはニコちゃん流で、心配してるよ、頼ってよって意味だにゃ。ちょ、勝手なこと言うんじゃないわよ。心配してるって言ったわけじゃないけど、電話してみようって言ったのは心配してたからじゃないの？花代もうるさい。心配かけてしまってすみません。あの、私は大丈夫なので、絶対勝たないとなので。みんな、アクアのみんなから荷物が届いたよ。
ちかちゃんからこんなにたくさんのみかんが。人中見舞いです、だって。そうよそうよ、弱気になってんじゃないわよ。はい。すみません、遅くなりました。私も三船さんのようにできればと思って生徒の皆さんと話してみたんですけど、いいアドバイスができていないみたいで、ちょっと困った顔をされてしまいました。慣れていないんだし、うまくいかなくてもしょうがないよ。でも今日のことを参考にすれば、きっと次はうまくいくよ。はい、そうですよね。私頑張らないと。あ、せっつー見て見て、選挙用ポスターだよ。アイさんとリナリの自信作。もっと可愛い感じが良かったかな。リナちゃんボードドキドキ。はあ、みんなで作ろう、みんなの学園。私の言いたいことが詰まってます。これで決定しちゃいましょう。よし、会心の出来のポスターで反撃開始だ。はい、頑張ります。反撃開始。みんな聞いてください。あ、かすみさん、もう部活始まってるよ。せつなさんの選挙のお手伝いがあるのに、どこ行ってたの？はい、かすみん探偵、選挙のためにさらなる三船しおり子の情報をゲットしてきたの。成績優秀で名家のお嬢様でしょ？それだけじゃないんです、設定モリモリです。お茶やお花は師範の腕前、ディベートコンテストで優勝の経験あり、とにかく正真正銘の完璧人間だったんです。なんだかかすみちゃん、ただの三船さんのファンみたいになっちゃってるのでは。誰がファンですか。かすみはかすみが一番可愛いって思ってますから、他の人のファンになりません。あ、そうじゃなくって、古本。一方、刹那先輩は。え、私ですか。一応両者の違いを並べてみようかと。刹那先輩ですが、趣味はラノベや漫画、アニメ、ゲーム。スクールアイドル活動以外の時間は録画したアニメを消化するために意外とインドア派で。やめてください、晒さないで。今のフォローはたとえあなたでもぐさっときます。はいはい、もういいでしょ。ねえ、どんなに三船さんが完璧な女の子でも、そう簡単に負けるわけないわよね。刹那、あなたの負けず嫌いはよく知ってるつもりよ。それはもちろんです。じゃあ選挙に向けて私たちも準備頑張ろう。一つ一つ積み上げていこうね、せつなちゃん。生徒会活動の実績の資料ってどこまでまとめてたっけ。春くらいまでかな。あとはまだまとめきれてないんだ。みんなで力を合わせればすぐできますよ。資料のまとめ頑張りましょう。はい、では今週の会議を始めます。で、その前にハンバーグ
アが食べちゃダメ？新商品出てるから気になって気になって。何を言ってるんですか、ほのか。しっかりしなさい。うん、まずは私たちの進捗状況です。スクールアイドルフェスティバルのウェブサイトのデザインを用意してきました。何パターンかあるから意見を聞かせてね。それとボランティアスタッフを集めるための広報動画を作ろうと思ってるんだけどね。他のイベントだとどんなのがあるのかなって調べたの。 BGM も新しく作らないとだから、どういうイメージにするかを話したいわ。リンとカヨチンとニコちゃんはポスターを貼ってくれるよう商店街とかにお願いしてきたんじゃ。もっともっといろんなところにリンちゃんとお願いしに行く予定だよ。あとはイベントの情報をいろんな人に知ってもらうために駅前でミニライブできるかどうか調べてるわよ。すごい。私たちはまずはお祭りの実行委員の人に聞いてね。ステージ運営の細かい部分をリストにしてきたよ。それからメインステージとサブステージのデザインイメージを数パターン作ってきてみたの。これも見てほしいな。ステージやセットをどうやって作るのか、材料はどういうものが必要なのかを調べたずら。ルビーはスクリーンとかカメラとか映像関係の機材を調べてきたよ。音響や照明の方も手伝ってくれそうな人たちに声をかけておいたわよ。一気に言われてカナタちゃん猛烈な眠気が。すやカナタさん、起きてください。私が皆さんの情報をちゃんと表にまとめておりますから。私は体力作りのトレーニング方法を考えてきたよ。必要ないって思っちゃダメだよ。ライブは体力が一番必要だからね。カナンちゃんスパルタだからな。みんなそれをやってばったり倒れたりしないかな。どう思う、よしこちゃん。黒き羽で空を舞うヨハネに体力なんて必要ないわ。あとヨシコじゃない、ヨハネ。私の再選挙の準備を皆さんに手伝ってもらってしまって、それで手一杯で。次の打ち合わせまでには私たちもきちんと調べてくるわね。今日はごめんなさい、ティナちゃんボード、ペコリン。気にしなくていいよ、虹ヶ崎のみんなが忙しいのは知ってるし。そうだよ、生徒会選挙で負けて同好会がなくなっちゃう方が大変なんだから、終わるまでは私たちに任せて。その代わり無事選挙で勝ったらたっぷり働いてもらうからね。そうよ、今はあなたたちのやるべきことに集中しなさい。ラリーたちがいかに頼れる存在か見せてあげるわ。どうしよう、スクールアイドルフェスティバルの準備が全くできないなんて。私一人のせいで皆さんの足を引っ張ってしまう。このまま皆さんの好意に甘えていていいのでしょうか。私、中川奈々は生徒会長として。
おはようございます。実はかなり緊張していまして、スクールアイドルとしてステージに立つ時でもここまでの緊張はしたことなかったのに。っていうか、そもそも公開討論会って何？こんなことするんだって、かなたちゃんびっくりだよ。あからさまに評価をされる場となるとやっぱり怖いですよね。それにこれって校内放送で見ることになるんでしょ？私たちナナちゃんのことちゃんと応援したいのに、見てることしかできないなんて嫌だよ。そうしよう。はい、ありがとうございます。頑張ってきます。やっぱりセツじゃない、ナナ先輩の応援となると小説とか DVD とか並べて必勝祈願の祭壇作った方がいいですかね。祭壇ちょっと見てみたいかも。って、そうじゃなくて、そういうのはいいですから。またまた、遠慮しないでくださいよ。祭壇、写真撮っておく。リナちゃんボード、キリリ。だから祭壇はいいですって。心配いらないって、私たち可愛くデコってあげるからさ。だからそういうのじゃなくて、祭壇自体をやらなくていいって言ってるんですけど。もう本番もうすぐだって言うのに。肩の力が抜けたんじゃない？これで変に緊張したままで討論会をやらなくて済むわね。え？はい、そうかもしれません。なんか呼吸が楽にできるようになりました。ようやく私の思いを学園の皆さんに説明する場を持てて嬉しいです。今日はお互いベストを尽くしましょう。はい、よろしくお願いします。三船さん、三船さんすごく自信に満ちて見える。私もちゃんとしないと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。虹ヶ崎学園の皆さん、こんにちは。この度新生徒会長に立候補しました1年の三船しおり子です。私がこのような時期にあえて生徒会長に立候補した理由は、この虹ヶ崎学園をより良い学園にしたいからに他なりません。もちろん今の虹ヶ崎学園も素晴らしいところです。しかしもっと良くなれる、生徒の皆さん全員が成功体験を通して自信と経験を積める学園にしたいと思っています。皆さんはそれぞれに可能性を秘めています。その可能性をこの3年間でできる限り伸ばしていただきたい。誰だっていい成績を残せれば嬉しい、自信になる。他人からすごいと言われれば誇らしい。それが成長の糧になるのです。学生生活はただ楽しいだけではない、将来のための準備期間です。今は本人ですら気づいていない特性、それを一緒に考えて伸ばしていきましょう。たとえ最初は意にそぐわないことでも、光が見えてくればきっと希望を持って取り組めるはずです。私は皆さんにお約束します。私が生徒会長になった暁には、皆さんの将来を輝かしいものにするお手伝いをすることを。はい。どうしよう、私はこの学園をどうしたいんだろう。そこまで深く考え抜いたことはなかったのかもしれない。三船さんすごいです。私は
いえ、すみません、大丈夫です。皆さん、こんにちは。中川奈々です。私は、現生徒会長として、続投を望みます。昨年、皆さんに信任をいただいて生徒会長となってから、生徒会のメンバーと力を合わせて、学園のために活動をしてきました。私が目指す虹ヶ崎学園は、私が通いたい学園、3年間を過ごしたいと思うところ、大好きなことに打ち込める学園です。高校生活はたった3年間です。一生のうちのたった3年。でも、この3年間のうちでしかできないことがあると思います。生徒の皆さんには、大好きなことを追い求めてほしいです。皆さんが大好きなことに集中できるよう、私はできる限りのバックアップをしたいと思っています。そう、私が3年間を過ごしたいのは、大好きを邪魔されない場所です。中川さん、私の勝手な再選挙の申し出を受け入れてくださり、まずはお礼を申し上げます。あなたの生徒会運営のすべてを否定するわけではありません。安定感のある生徒会運営も、旧大点ではあると思います。旧大点、ですか。それを踏まえた上で、あえて申し上げます。あなたの目指す、大好きなことに打ち込める学園。これは、生徒の成長を本当の意味でサポートするものではありません。例えば、才能はないけれど、剣道が好きだから剣道にだけ打ち込みたい。そういう人がいたらどうするのですか？スポーツ特待で進学できるわけでもないのに。思いっきり剣道をしてもらいます。大好きで頑張れたことは自信になると思うんです。そこで培った自信とはどんなものですか？どこで役立つのでしょう？辛い時、あの時はもっと頑張れたと思い出しますか？でもそれは辛いことの解決にはなりません。将来の自分のためには大好きな剣道ではなく、もっと自分の特性に合った道を高校時代から磨いた方が効率がいいと思いませんか？効率で物事を決めるのは寂しいのではないでしょうか？寂しい寂しくないの問題ではないのです。将来最短距離で成功をつかむステップをこの3年間で示してあげることの方が大事だと思います。それではあまりに学生生活が弾けないものになりませんか？何かを大好きな気持ちは何よりも大きな力になるんです。はあ、ではあなた自身は今大好きなことをちゃんとやれていますか？生徒会長の仕事も大好きなこともどちらも中途半端になっていないですか？そんなあなたが何を語れるのでしょう？それは生徒の先頭に立って旗を振る生徒会長がまずその姿を見せない限り、あなたの言葉には説得力がないんですよ。どうしたんです？これは討論会ですよ。私の今の言葉に対して何か意見はないのですか？どう返されたところで、今のあなたの言葉に力などありません。ですよね。私だってあの討論会は三船さんの勝ちだなって思いましたもん。誰が見ても三船さんに任せた方がいいって思いますよ。でも
私が負けたら同好会が嫌です。せっかくみんなで新しい目標に向かっているところなのに、同好会がなくなるなんて絶対に嫌です。生徒会長の仕事も大好きなこともどちらも中途半端になっていないですか？中途半端なんでしょうか。確かにスクールアイドル同好会に戻ってからは生徒会の仕事に避ける時間は少なくなってしまいました。でも手を抜いたりはしていないつもりだったのに。あ、エリさんとタイヤさん。おはよう、刹那。公開討論会はうまくいった？いろいろ話を聞いていたから心配でね。土曜日の集まりまで待てなくて。おはようございます。その後いかがです？相談に乗っていた手前、公開討論会がどうなったか気になってしまって。よかったらお返事をください。二人にはちゃんとお話ししておかなきゃ。おはようございます。ご心配をおかけしてすみません。公開討論会はとりあえず終わりました。感触はあまり良くなくて、正直苦しいところです。対立候補の三船さんには何も意見を返せませんでした。これは準備不足とかそういうことではなくて、私の真剣さが足りなかったのだと思います。でも再選挙に向けてできる限りのことをします。いろいろ相談に乗ってくださってありがとうございました。エリさんもダイヤさんもスクールアイドルと生徒会長を両立させているんだから、私も頑張らないと。早く部室に行って皆さんに相談してみましょう。いいと思う。これも掲示板に貼りに行こう。ディナちゃんボード、キラキラ。うん、私はナナちゃんの演説の方に共感したよ。皆さん見てください。じゃじゃーん、かすみ名刺を作ってきました。これでお手軽に売り込みができますよ。わー、ナナちゃんの細かいプロフィールが書かれてる。こんなことまで。いいんです、パンチが必要なんです、パンチが。そうね、討論会で三船さんは自分の売り込みに成功したわ。対抗するにはそれくらいやらないと。じゃあ今日やることはポスターを貼り直すことと名刺を配ることですね。よし、いっぱい配りますよ。皆さん遅くなってすみません。すみちゃんが名刺も作ってきてくれたんだよ。カスカス、名刺作ってくれてメルシー。アイ先輩、寒いですよそれ。あとカスカスって言わないで。皆さんありがとうございます。公開討論会では劣勢になっちゃいましたけど、私今週末の集まりの集合場所ってどこかな？時間はいつも通りでいいんだよね。決まったら教えてね。リンちゃんからメッセージ。駅前でやるミニライブの曲って決まったかにゃ？リンとカヨチンとニコちゃんの方で動いてるから、決まったら教えてほしいにゃ。やば、曲の連絡すっかり忘れてた。すみません、私も抜けてました。すぐリスト出ししましょう。すみません、私の選挙の方にずっとかかりっきりになっていたばかりに。え、別に刹那ちゃんのせいなんかじゃないよ。
私たちがちょっとおっちょこちょいなだけだから。そうよ。それにミューズとアクアのみんなだって今はまずあなたの選挙を大事にしろって言ってくれてるんだから。私、三船さんが言っていたことの意味がようやくわかりました。え？私が生徒会もスクールアイドルもと欲張ったことで、私だけでなく皆さんに中途半端なことをさせてしまっているこの状況のことを言っていたんですね。本当ならスクールアイドルフェスティバルの準備に注力しなくてはいけない時なのに。皆さんに聞いてもらいたいことがあります。どうしたの？改まって。これまでの協力本当にありがとうございました。ずっと支えにしていきますね。協力するなんて当たり前でしょ。ずっと支えるし、心の支えにさせてもらいますね。え？私はスクールアイドル同好会を退部します。生徒会長選挙は一人で戦います。私が作りたい学園は3年間大好きなことに打ち込める学園です。私はスクールアイドル活動が大好き、そしてスクールアイドル活動に打ち込んでいる皆さんが大好きです。だから皆さんには安心してこの学園でスクールアイドル活動をしてほしい。私がその場所を守りたい。エリさん、ダイヤさん、ごめんなさい。私はあなたたちのような生徒会長にはなれませんでした。失礼します。今後の生徒会長選挙の行動予定を持ってきたのだけど、誰もいないわね。じゃあ置いていかせて。これは中川さんの公約だわ。こんな人目につくような場所に置くなんて。ん？生徒たちの大好きを実現する場所づくりを進めるため学園限定のソーシャルアプリを導入。アプリ経由での投書で生徒会内での情報共有の迅速化を図る。投書は勉強、部活動、生活全般、校内施設など複数に分け回覧スピードも上げる。生徒の自主性を伸ばすことを第一に自ら考え選んでいける支援を行う。そう、公開討論会の時の言葉はただ思いつきというわけではなかったのね。簡単な戦いだと思っていたけれど、どうやら認識を改める必要がありそう。でもやはり根底が間違っているわ。この公約で実現される恩恵はこの学園の生徒であるあなた自身にも与えられるものでなくてはならないのよ。せつなちゃんが同好会をやめた？なんでそんなことになっちゃったの？公開討論会の結果がそんなに悪かったとか？エリッチ、確かせつなちゃんから何度もメールや電話をもらってるって言ってたよね。ええ、私とダイヤにね、生徒会長としての意見が欲しいって言われてたの。それなら二人に聞こっか。話してる時にいつもと様子が違うなとかなかった？そうですわね。公開討論会の後、私たち心配でメッセージを送りましたの。でもその時は特におかしなところはありませんでしたわよね。ええ、
そうね。相手に優勢に立たれているっていうようなことは言ってたけど、悲観しているというよりは巻き返そうって決意の方が強かったしね。ああ、もうここでグダグダしてても何にも解決しないんだから。鬼伝よ、鬼伝。オッケー、次はマリーがかけてみるわよ。出ない、怖い。せっちゃん、私の方も出ないわね。小鳥もダメみたい。私も。なんでだろう、一人でできることってあんまりないずら。そうだよね、一人じゃ心細いし。ちょっと、ルビーもズラ丸も泣きそうになってんじゃないわよ。電話がダメなら。そう、打天使のテレパシー能力を使って。お手紙とかはどうかな。聞いてよ。はいはい、テレパシーはまた次の機会にね。手紙っていうアイディアはいいね。よし、みんなでやろっか。手紙なら読んでもらえるかしら。メールよりは手書きの文字の方が私たちの気持ちも分かってくれるかも。そうにゃ、それで刹那さんを呼び戻すにゃ。話をしに行きたくても、セッツ最近はずっと生徒会室に籠城してて打つ手がなかったんだよね。廊下とかで会ってもセツナさん目も合わせず足早に行ってしまって、私たちが声をかけることで傷つけちゃうのかもって話しかけるのをやめていたんです。そうですか、それは辛かったでしょう。でも諦めないで、私たちにとって刹那が大切であることを伝えないと。大切って伝えたい。リナちゃん、一緒にお手紙書こう。こうなったらすっごい長文のお手紙を書いちゃいますよ。うん、刹那ちゃんのところに行くんでしょ。あなたはそう言うかなって思ってたんだ。大丈夫だよ、任せて。スクールアイドルフェスティバルの作業は進めておくから心配いらないよ。それと刹那ちゃんへのお手紙もね。あ、なぜここに。たくさん電話をいただいたので分かっています。それが問題なんです。皆さんは惜しみなく私に協力してくれます。だからこそ私は同好会をやめなければと思ったんです。今はスクールアイドルフェスティバルの開催に向けて全員が一丸となって動かなくてはいけない時です。そんな時に余計なことはさせられません。でも集まりの連絡が遅れたり、ミニライブの曲を伝え忘れたりということがありましたよね。それは私を手伝っていたからです。今回はうっかりで済むミスだったかもしれませんが、次は何が起こるか分かりません。何か起こってからでは遅いんですよ。中途半端なままでは手に入らないものもあるんです。三船さんに勝つのは簡単なことではありません。同じようにスクールアイドルフェスティバルの復活も簡単ではありませんよ。だからあなたは
スクールアイドルフェスティバルの実現だけに集中してください。中途半端ではなく一筋に。じゃあ諦めるんですか？あなたのスクールアイドル愛はそんなものなんですか？だったら私のやり方を認めてください。私は絶対に生徒会長の座を守ります。そして同好会を守りたいんです。これが私なりのスクールアイドルフェスティバル実現への道です。話はこれで終わりです。もう遅いですから、あなたも早く帰って休んでくださいね。せつなちゃん、選挙に勝ったら同好会に戻ってきてくれるかな？その時は私も一緒に行くね。はい。ナナ先輩、キリッとしてて強そう。もう勝てるオーラ出してるね、しずこ。うん、自信いっぱいって感じだね。ナナさん、頑張れ。リナちゃんボード、フレ、フレ、ナーナ、おー。皆さん、おはようございます。中川ナナです。最後の演説になりましたが、私の目指すものは、討論会の時にお話ししたことと変わりません。皆さんの大好きなことを実現できる場所としての学園づくりを進めていきます。ではどうやって実現させるのか。まずは意見収集を目的としたアプリを制作します。皆さんからの要望は生徒会、学園側同時に共有され、学業、部活、生活の大きく3つに分類しつつ、精査、対応速度を上げていきます。そして皆さんの大好きを応援するため、さまざまな対応策を提示し、その中から皆さん自身が選び取れるシステムを作りたいと思います。高校生活はたったの3年、人生を80年とするとわずか 4% 足らずという短い時間です。その時間をどう過ごすかは皆さんの気持ち次第です。私にそのお手伝いをさせてください。これで私の演説は終わります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。わあ、すごい拍手だよ。そうね、立派な演説だったわ。選挙戦は一人で戦うって言われた時はびっくりしたけど、心配することなかったのかもね。このまま勝っちゃうかもしれないね。皆さん、おはようございます。三船しおり子です。私から皆さんにお伝えしたいことは一つ。虹ヶ崎学園に過ごす時間が将来に直接つながる成長であるよう、成功体験をお約束します。私は皆さんの未来がより確かなものになるよう、すべての生徒にすべての指針を示します。せつなちゃんと同じくらいの拍手。大丈夫だって。三船しおり子の言ってることって、ああしろこうしろ全部言ってくるってことじゃん。そんな縛られるのみんな嫌に決まってるよ。中川さんの掲げた公約はある側面では理想的と言えます。前回の討論会であやふやだった部分が立体的に考えられ、これも一つの生徒会のあり方なのだと私も感銘を受けました。
私の目指す学園像とは違いますが、もし実現できれば皆さんが楽しく過ごせる学園になるはずです。ですが、中川さんの公約は実現不可能であると断言できます。なぜなら、中川さんの姿勢には根底から齟齬が生じているからです。大好きを実現できる学園を作る、大好きは力になる、中川さんはそうおっしゃっていました。中川さん、あなたの本当に大好きなことは何ですか？生徒会の仕事が一番大好きなことだと言えますか？答えはノーでしょう。彼女には大好きなことが他にあって、それを守るために自分の気持ちを殺して生徒会長をやろうとしている。無理して生徒会の仕事をしようとしている。その姿勢がそもそもの理想と矛盾しているんです。そんなちぐはぐな気持ちで生徒会長の仕事をしたところで、途中で破綻することが目に見えているのではないでしょうか。そんな、私だって生徒会の仕事が何より。中川さん、私の主張は間違っていますか？そこで断言できないことが明確な答えですね。私は生徒会長として学園の皆さんのために働くことが、あなたの言葉を借りて言うのであれば、一番大好きなことだと考えています。でもあなたは違うのではありませんか？だからもう一度言います。あなたのプランは実現できません。ただの絵に描いた餅、夢物語です。反論できますか？先輩、刹那先輩、大丈夫ですよね？団長からあんなこと言うなんて、三船さんはひどいです。あんな風に言われたら。刹那さん、顔色悪かった。最後の演説であんなこと言うのは、ルール違反じゃないのかな？あれは演説なんかじゃなかったよ。ディベートでもない。一方的だよ。あれで、みんなの気持ちを完全に持っていかれた気がするわ。ねえ、今すぐ摂津に会いに行こう。うん、そばにいてあげたいよね。皆さん、この度生徒会長に選んでいただきました三船しおり子です。私の理念にご賛同いただきありがとうございます。私はこの虹ヶ崎学園を、負けちゃいました。皆さんに合わせる顔がありません。私は何をしてきたんでしょうか。あと、私にできることって何でしょうか。せめてみんなのためになること。せっつー探したぞ。もう、何こんなところで黄昏れてるんですか、刹那先輩。このまま刹那さんに会えなかったらどうしようかと思っちゃいました。
その、すみません。私たち、せつなちゃんの気持ちが落ち着くまで待とうと思ってたんだけど。生徒会選挙では負けてしまってすみませんでした。三船さんが同好会を廃部にしないよう、私の方から改めて交渉してみますので。そうだよ、せつなちゃん、今はそんなこと全然関係ないの。学園中熱中して探し回っちゃったよ、せつー探しだけに。せつなさんに会いたくて。見て見て、せつなちゃん、いつもならこの時間にはお眠なかなたちゃんがこんなにシャキシャキなんだよ。せつな、みんなあなたのそばにいたいって思ってるのよ。それは無理ですよ。探してくれてありがとうございます。でも私にその資格はありません。生徒会長選挙で負けて、同好会も守れなくて、それにあなたにもひどいことを言って、今さら。でも私が負けてしまったから、スクールアイドル同好会は。せつな先輩はこの同好会が廃部の危機になった時のこと忘れちゃったんですか。このカスミンがめちゃくちゃ粘り勝ちしたってことを。そうだったよね、カスミちゃんのおかげで私もスクールアイドルになれたんだよね。だったらまた同じことをするまでよね。皆さん、三船さんがどんな手段を使ってきても、そう簡単に負けるつもりはないよ。でも生徒会長と戦うなら人数は多い方がいいと思うんです、せつなさん。そうそう、せつは私たちの仲間なんだから手伝ってくれなきゃ。かなたちゃんたちの大切な場所をそう簡単に潰されてたまるか。断固戦うぞ。だからせつなさん、戻ってきて。皆さん、私皆さんのところに帰りたいです。皆さんと一緒にスクールアイドルがやりたいです。おかえりなさい。ただいま。なんだかこの格好が久しぶりで落ち着かないです。ありがとうございます。ええ、昨晩きちんと説明をしました。そのことも含めてゆっくり話をするつもりです。今まで両親に隠し事をしていたのですから、すぐには分かってもらおうとは思っていません。でもいい機会だと思っています。隠し事をしていることに罪悪感がなかったわけではないですし、両親にも応援してもらいたいですし。はい。なあ、ちょっとせつな先輩、戻ってきたと思ったらすぐ先輩の隣に座っちゃってずるいです。今日は特別に許しますけど、明日はカスミンが隣ですからね。こんな感じも久しぶりで楽しいです。せつなさんの笑った顔、久しぶり。りなちゃんボード、ニコニコにっこり。はいはい、みんな切り替えて。せつなも戻ってきたことだし、スクールアイドルフェスティバルの準備のことをと思ったけど、
同好会継続のことを考えるのが先かしら。三船さんって理論的だから、同好会がこの学園に必要だってことをアピールしたら続けさせてもらえるんじゃないかな。そうですね。三船さんを説得するには学園に有益な存在であることを理論的に説明する必要があると思います。あの子の前で私たちがスクールアイドルとしてパフォーマンスをしたら認めてくれないかな。実際に見てもらうことも必要ですよね。でもまずは数字を見せないと話も聞いてもらえそうにないです。そういうとこシビアそうだもんね。じゃあ今までの活動とかスクールアイドルフェスティバルのこととか今ある情報をまとめます。失礼します。あなた方の声は外までよく聞こえてきますね。声量はさすがスクールアイドルといったところなのでしょうが。わざわざ嫌味言いに来たんですか。かすみちゃん落ち着いて。残念ですがあなた方の茶番はここまでにしてもらいます。何を見せられても初めに通告した通りスクールアイドル同好会は廃部です。よろしいですね。皆さん落ち着きましょう。スクールアイドル同好会は一度危機を乗り越えているんですから次もできるはずです。そっか、そうですよね。またかすみんが頑張っちゃいますよ。